曇った大洗サンビーチを出て私たちが夜ご飯に向かった場所は円屋ドット丸。外にはメニューや値段も出ていなかったのでちょっと不安でしたが、気になったので入ってみました。月見だって。初めて見た。音楽をやって、うん、で、それの人を占いしていただいて、あーすごい。月見がこんな感じです。 iPhone と比べるとこの大きさの違いすごいね。めっちゃ大きいよ。スプーンで削いで食べるんだって。ではいただきます。いいよ。こっちももう一個やっていい？うん。おー、すごくない？これが月見なんだね。超気持ちいい。よろしければ反り方として、はい、もうちょっとスプーンの根元持っていただいて、で、こうすいてっていただくと結構すぎやすい。どっちかっていうと、真ん中から外側にの方がすぎやすい。真ん中から外側に、はい、あー、なるほどね。こういうことですか？そうですね。こうやったから、あ、確かに、すぎやすいんだ。そうだわ。ここは血合いなんで、うん、まあ、食べれなくはないんですけど、食べて美味しいものではないんで、そこは避けて、うん、ですよね。高いところ食べてください。わかりました。はい。こうやって身を削いでいくことを月見というので、月見定食だそうなんです。これでお値段1890円でした。ちなみにこれ、裏面にも身がついているので、二人で食べてすっごくお腹いっぱいになれました。はい、贅沢。スタッフのお姉さんによると、人の手が加わっていない分、鮮度が高いそうなんです。また行ったら絶対に食べたいくらい、とにかくすっごいおすすめでした。騙されー